ということで本日の実践台はボーナス中のボーナス、オンが爆発を呼ぶ疑似&通常ボーナス搭載ジャッカスチームで勝負。ルールはシンプルに、実践終了時点で獲得枚数が多い方の勝利。魚拓の大当たり中にはワイプの中でムフフ女優浜崎真央ちゃんがセクシーショットを拝ませてくれます。ご期待ください。今朝から200ゲームちょい回しましたけど、まあ引いたのが弱者とスイカだけ、チャンス役はね、他強いのは何も来てない。まあだからかもしれないですけど、まあでも一つも面白くないですね。一方ナルセは前兆からロッキードをコラシメロに発展。対戦相手がバンタム以外のキャラだとチャンスなのだが、あーこいつか、弱いな。イエー、おっほっほっ、勝った。また勝ったの。これ疑似ボーナスの方です。疑似ボーナス何から？全長ステージ疑似ボーゲーム数解除ですね。この準備画面中に ART に当選することもある。これダブル揃ってるか見えると思う。この柄ね。はい、右から。お姉さんよく画面見て右から。危ない危ない。さあ疑似ボーナススタート。するとすぐさま、あ、そう3人だ。そのほかも、はいはいはい、いいでしょ。もう無理やん、お前で教えるよ。いい、いや今なら揃えられたのに。おめでとう、これで ART 当選。いいよ、疑似ボーナス引いて、その間にピンクボーナスとか ART を抽選してるんで、それを当てるみたいな。面白い？腹立つな。なんか初打ちってね、その結果的に負けるのはまあいいとして、このいきなりハマっと本当ね、きついわ。3つ押したら、あ、止めて、継続するかもしれないから離してピン。はい、ダメでした。30ゲーム終了。でもこれでもうバッチリだよ、 ARD 入ったから。うまい。そう、もう疑似ボーナスなんてそんなもん。47番ゼロ入れましたよ。ゼロゼロゼロ。これ若干ボーナス名前だけどね、 ARD なのこれが。でこれ中にどうやって増やすかって、50ゲームしかないんだけど、その間にまた疑似ボーナスかボーナス引かないと、純増2枚なので100枚出ないかもしれない。また終わるから、とりあえずチャンス役を引いてボーナスを当てましょう。はい、ビッグボーナス引いたらめっちゃ面白いの。引いてほしい、この楽しさね、分かってほしい。しかし ART 中に全くチャンス役が引けない。やばい、終わるよ、終わっちゃう。でもステージ上がるかも。でも効果なんか多分全然出てないんですけど、300の40ぐらいで多分増分あるんですよ。そこが一番当たりやすいらしいですよ。こ超えたら結構やばいと思います。340超えたらやばいの。まあ800天井なんで、まだ浅いんでまだ大丈夫です。あ、 MB 引いたね。結構勝負どころみたいです。その500の他にゲーム数解除もあるとね、そのゲーム数の濃いゾーンが340-350あたりにあるって話なんで。さあ、でなんか、あ、ミッションいたところで1枚使ってたんで1枚いきます。
んな感じです。なので本当 ALT 入れたらボーナス引かないと結構きつい。はい、外さねえだろこれ。今の一番弱い椅子です。これもうないってことでしょ、抜けたってことでしょ、抜けたってことでしょ。まだ、いや340ぐらいだと思うんですよね。書いてあるのはそうなんですけど、でも出てないんですよ全部。あ、これ、あ、これに行くんで、ここで当たれば。こっからか、こっからだ、こっから。さあ、魚拓、300ゲーム台のゾーンから治安協力に発展。によります。それでもさっきココミ一番弱い人で当たったんで。本当？こいつが出ると一番弱い。え、このでさっきでもこれ当てたんですよ一発で。ナルセは最も当たる確率の低いキャラバンタムで勝利したが、魚拓はいかに。クライマックス、攻撃で。ゲーム。あら、ダメだったの？やめどきだよな。いや、まあ普段だったら。移動したい。あ、スイートザイル350のゾーン抜けました。ってことはもう自力で当てるしかない。一方ナルセはコンクラベモードに突入し、あっさりと。どう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 、26歳だからだよ。ありがとうございます。ギリギリ3、はい、はい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 、あと、あとね60ゲームあるからスタートが。なんでこんな当たんねえんだろう。どうしたん？いや私さ、モンステル？モンステル？いや、モンステないの？モンステルしてないの？モンステル？したい。Yeah.